はい、こんにちは、やすです、えー。今日はですね日が回って7月29日になりますね、えー。今日のヘッドラインは999買いますという、ね、内容になります。今日の動画良かったよと思っていただければ、ぜひ、ね、チャンネル登録、いいねでね、応援いただけると嬉しいです。さすがに1日でね3本目の動画やると疲れるんですけども、えー、とこの動画の前にねアップルの決算と、えー、アマゾンの決算出しました。これでねガファーム、あーテスタのね、 計算が出揃ったので、基本的にもう、なんていうのかな、まあ、今後の相場をいろいろ考える上での必要な材料,材料は揃ったということなんで、まあ、これをね、ちょっとね、速報で振り返っていきたいなというふうに思ってますで、基本的には私は今、あの9キュ仕込むのはもうスタートしてもいいんじゃないかなというふうにね、考えてるんで、ちょっとね、その辺のお話をしていきたいなというふうにね、思ってます。ただね、これ、私の考えなんで、ぜひね、あの他の方の YouTube、Twitter、ブログもね、ぜひ参考にしてくださいというわけで、 えーと今日もね、ちょっとすみません、えーと、まずね、ブラウザで失礼させていただくんですけども、よいしょ。まあ、こちらがね、今日7月28日の値、ね、動きですね。ダ、え、ウ、ー、がプラス1、S&P がプラス1.21、ナスダックがプラス1%ということになってます。で、えー、時間外でアップルとアマゾンのえ決算発表があって、まあ、両方ともね、あのー、なんか思ってた、思ってたっていうか予想を超えたのは、まあ、それはそうだとして、なんかひょっとしたら、 アラりが悪いんじゃないの ?EPS 悪いんじゃないのっていう、まあ、そういった懸念に対して、もう全然中身いい決算出してきたので、基本的にはそれで、えー、時間外ですね、特にアマゾンがプラス13%とかで、えー、もう先物も,もね、プラス1.39とかで反応してます。はい、で、えー、ポイントなんですけども、ちょっとね、こちら、999のチャートをまず見ていっちゃうんですけども、じゃこのチャートがね、じゃあ、あのこのサポートラインをこう、守って上に上がっていくのか、それともまた下がるのかっていう、まあ、これは本当、誰も分かんないんですけども、 まあちょっと、ね、この辺をねうのかな、可能な限りその辺を、ね、考察できればいいかなというふうに、ね、思っています。はい、で、えー、まず、えー、重要なのが、えーと、決算もそうなんですけども、こちら、ね、私の動画で 昨日とか今週の頭言ってる通り、るのまり、あ、GDP 大事ですよという話をしました。うん、で、こちら今日 GDP が今日の朝、発表が出たんですけども、なんとマイナスの0.9%でしたで、予想がプラス0.3%だったので、あまあ、景気悪いねっていうことです。ただ、これちょっとね、なんかちぐはぐ感感じるなっていうのが、えー、Q2 の決算、基本的に好調です。あの今、株価が持ち上げている理由は、これもあります。基本的に株価が高株価がが決算が強 好調です70%ぐらいの S&P の会社が EPS の予想をビートしています。EPS の予想をビートするということは S&P 全体で EPS が4%ほど成長するという見込みになっているのでこの決算単体を見れば決算は好調です。はい にもかかわらず GDP が、ね、マイナスっていうのは、まあ、ち,ょっとちょっとなんかそこなんかちぐはぐするなとは思いますね、うん、ただ、まあ、この GDP っていうのはあの不動産だったりとか政府支出とかも含まれるので、まあ、ちょっと考えあの計算の仕方がだいぶ違うのかなと思うんですけど、まあ、いずれにせよ、えー、プラス0.3って予測されたのが、えー、マイナス0.9でしたよというところであ景気悪いねみたいなんでなんか、ね、今日の議論ではこれでテクニカルリセッションがどうのこうのって <laughs> ね、僕はどっちでもいいかなと思うんですけどもね、不景気来てくれた方がカバー上がるしとか思ってるんですけども、まあ、どっちでもいいですけど、いずれにせよね、GDP は悪かったですというところですね。で、明日一応もう一個注目の経済指標があります、明日 PC インフレーションが出るので、えー、これがちょっとね、予想より上回ったりとかすると、若干厄介だなと思ってるので、ここはちょっと注意が必要だけども、多分おそらくそんなに。 えー、気にならないと思います。というのは、あの7月の、ね、オイル価格、コモディティ価格が下がっているので、6月はどういう結果であれ、あのー、7月を見ればそんなに気にする、まあ、地高指標なんでね、まあ、そんなに気にすることではない、まあ、逆にこれが予想したぶれてくれたら、あのーまあ、結構、プラスジャイルに働くかなと思います。はい、で、まあ、こちらが注目のところですね。 で私ね、これ、あのー、結構前から金利、金利、金利って言ってて、で今週の頭2.89ぐらいでね、まあ、2.7を割るかどうかっていう話を、2.8を割るかどうかって話をしたら、もう2.7まで割ってしまって、まあ、今、非常に金利的にはいい状況ですよね。えー、っとこちらのね、相関を見ても分かるとおり、金利が下がるにつれてで、今までは金利が上がるにつれて、株価が下がる。 金利が下がるにつれて株価が上がるって分かりやすい相関をしています。えー、すなわちです、ね、今後、金利がまた3%とか3.3%になる局面があれば、この999の上がりっていうのは終わり、終わっていうか、もう一回、まあ、この抵抗戦ですね、この270ラインを目指して落ちていきます。ただ、その金利がじゃあ上がるときはどうなのかっていうと、えー、インフレです、えー。少なくとも7月のインフレは あまあ、ちょっと後でお見せしますけど、マイルドなものになるので、問題は8月のインフレを、ね、どう考えるかということになります。ただ、いずれにせよ、今、金利が下がっているので、まあ、999が上がりやすい状態が整っている、しかも、あのー、もう一つ私、警戒したのが、決算が悪いということを警戒するけど、決算は基本的に結構好調です、まあ、下がるような決算ではないというところがやはり交換は、好感はされてるのかなというふうに思います。 え金利ですけども、あのーね、私のこの前の動画見ていただけ結構ね、えー、1週間か2週間前にね、あのー、金利が下がるとなぜ株価が上がるのかという動画をやったんですけども、結構金利が0.1%下がるだけで、あのー、株式への相対的な魅力っていうのは結構上がりますからね。 あの例えば、金利がこれ20、20%、例えば S&P で株価が、S&P じゃない、まあ、S&P で株価が多分2 30、30%、ちょっとちゃんと計算しないんですけど、2 30、30%上がったとしても、金利が2%まで下がれば、釣り合いが取れるんですよね、実は。その 株の金利と S&P の駅離回りというこの相対感で比べたら、金利が2%まで下がれば、株価が2 30、30%上がっても全然釣り合いが取れるよというまあ理論的な話があります。まあ、そういった理論的な話は置いておいて、金利が下がってるから株が上がりやすいよというのは当然あります。で、でですねえー、とまあなんでこのタイミングかというと、やはりあのチェックポイントが分からなかったんですよね。例えば今日 GDP がもし 0.3に対して0.3をミートするとか0.5になれば景気が強いってなれば景気が強いっていうふうになればあのまあインフレがやっぱその需要が強いわけなんでねやっぱインフレが根強いコモディティが上がるオイルが上がるそうするとやっぱ FRB はあの利下げのスペースを落とすとかうんぬん言ってるけどやっぱり利上げしなきゃいけないのじゃないのってことで金利が上がっていくまあ債券が売られるってことですよねうんまあなのでえーっと まあその金利が上がるという状況はそのインフレの状況次第になるかなというふうに、ねえー、思ってます、うん、ただ、逆に一方であの今日 GDP が下振れたので、ね、実景気が弱いで景気が弱いということはその、まあ、サプライが、ね、今ってほらサプライの起因する、まあ、サプライショックサイドのインフレだと思うんですよね今ってだからその原油が足りないとかコモディティが足りないとか、まあ、コロナで乱れていることころがあって あの基本的にその供給面の制約におけるインフレだと思うので、あのーえー、と需要が、ね、落ちてこれば GDP が落ちれば、まあ、需要が落ちる。 でえー、需要が落ちてくれば、まあ、供給に余裕ができるということなので、まあ、インフレは、ね、少し、えー、緩和するということなのでだから、あのー、リセッションだったりとか景気が後退するとか GDP が低下するということ自体は需要が低下するすなわち需要が低下するということは、まあ、少ない供給に対して需要が過剰にあったのが需要が減ってくれば価格が戻ってくるという、ねまあ、そんな話になってくるので、あのー、基本的に GDP が下がるだとか景気が悪いだとか 失業数が増えるとか、そういったその悪いニュースっていうのは、インフレに対してはプラスに働きます。はい、で今、ちょっとその話をしたんですけども、じゃあ、この、えー、と株がね、再び下がるときはどんなのかというときやっぱり金利が戻るとき、金利が戻るときっていうのは、やっぱりその、まあはあっと、インフレが課題になってくるんですけども、そのときに、ね、一つ指標になるのが、例えばオイルですよね。ちょっとごめんなさい、これ、30日平均線じゃなくて、50日平均線とかなんですけども、 まあ、オイルはね、今、下降トレンドに向かっていってます、基本的には。なんで、7月はおそらくインフレはそんなに加速はしないだろうということが言えます。ちょっと怖いのが DJP ですね、えー。7月はね、暴落と言っていいほど、やっぱコモディティは落ちたんですけども、ただ、7月からね、あのー、ちょっと上向いてきてるんですよね。だから、これがもしコモディティがまたぐぐぐぐグっとね、8月に向かって上がっていくようであれば、おそらく、えー、っと、 9月発表の8月の CPI はまあ悪くなるということなんですよね。だからまあ今言ってるのは7月はオイルもコモディティも下がったから多分8月発表の CPI は多分大丈夫だねということなんですけども今は見なきゃいけないそこから先8月の CPI はどうなんだろうというところはやっぱね見るべきかなという,ふうに思いますだから8月の CPI がやっぱ予想よりもすごい高くて FRB というかパウエルさんが引き締めなきゃと思ったらまた金利が上がるので急給が下がるということなんでその ワイルドカードというかそのリスクは絶対常に考えておかなきゃいけないなというふうに、ね、思いますただ、このインフレに対して、まあ、少し楽観的な意見を言うのであれば、まあ、これも私ちょっと気になってて結構周りとかでも議論してるんですけども、まあ、金利がね、まあ、高々4%、まあ、今3.5%ぐらいですか、折り込みがで、インフレ収まるのって結構みんな言ってるじゃないですか、まあ、ボルカーの時代は1トまで上げてようやく落ち着いたんだみたいな話なんですけども。 まあその時の状況、私も生きてないし、あの分かんないんですけども、ただ、今の状況って、結構、この米国だけじゃなくて、世界的なところを巻き、まあ、込んで考える必要があるなというのを思ってます。特に中国と欧州。うんまあ、欧州なんてね、かなり景気が後退してますし、中国もね、かなりなんか不動産バブルがやばいみたいな話を聞いたりするので、おそらく世界的に見たら、やはり原油の需要だったりとか、コモディティの需要だったりっていうところは、 まあこの6月とか5月に比べればだいぶ落ちてると思うんですよね、米国は強いけど、世界全体で見たらかなりねこの需要がやっぱ落ちてる、だからまあインフレっていうところは金利にかかわらず、落ち着いてきてるストーリーがあるのかなとかね、まあ、そういうストーリーじゃないと、こんだけの金利でねインフレが下がるというのはちょっと説明つかないのでね。うん、あとは住宅価格です あの金利上げてね今、住宅の申請とか減っているし、値段が値下げとか続いているので、このまま住宅がね上がらないというか、緩やかになってくれれば、インフレというところも落ち着いてくる、ただ、今、次の予想がインフレが、インフレのインデックスが8.8で、コアが5.7とかあったかな、やっぱその FRB は2%を目指しているわけであって、 ちょっとでもね、この状態で2%のインフレ落ち着くかというと、まあ、もうちょっと利上げしないと難しいんじゃないかなとかね、まあ、思ってたりはしてます。と、はい、いうわけで、えー、とまたスライドに戻るんですけども、まあ、じゃあ、999をまあ一旦買うとして、どこで買うかというところで、これもまた難しくて。 え可能性があるのは、明日のーえー PC 物価指数が出るので、その直後の寄りでポンって入るか、というか、僕自身は実は今日 a m アマゾンの決算が出たあに、時間外で買ってしまったんですよね、少しだけですけどね、前も言った通りあり、今、頭金なので、インデックスに投資できないので、ちょっとだけ入れました、一応、勉強のためというか、こういった動画を作ってるためだと思うんですけども。 だから、明日の寄りは一応最後のチャンス、この相場で入れるうん。で、なんでじゃあ明日高くなったのに大丈夫かって話なんですけども、えー、これはあの1個前のアマゾンとアップルを見てもらえば分かると思うんですけども、えー、基本的にこの、いいか、それ次の話にしようか。で、えー、次のタイミングが消費者物価指数、雇用統計があります。えー、雇用統計、消費者物価指数が強すぎると、えー、また金利が上がります。 えー、雇用統計がね、例えば失業者数が少ないとか、あの失業率が低いとか、賃金が上がってるとか、ニュースが出れば金利が上がります、また消費者物価指数も、えー、おそらくあの思ったほど下がらないだろうなという予想が出てるんですよね、だから消費者物価指数、今、株価もちょっと上がってきちゃったから、前と比べてちょっと消費者物価指数に過敏になると思うんですよ、だからこの8月5日とか10日っていうのは、また下がりやすい時期が来ると思うので。 まあ、仕込むとしたらこ明日の寄りかここになるだろうなと思いますでなんで明日の寄りかというともう今まで、ね、こういろんな,こうそのなん企業アマゾンとアップルが開けるまではその不確定要素が多すぎたので入れるタイミングがどうしても明日のの、ね、寄りしかないので明日の寄りか雇用統計消費者物価上の前後っていうのこの2種類しかないなというふうに、ね、思っていまず 今から景気後退とかリセッションとかに入っていくのであれば S&P はつらいですよね、S&P はつら、うん、で、やっぱテックっていうのは、まあ、そういった時でも順調にあの業績を伸ばしていける、まあ、あの企業形態でもあると思うんですよね。で、トップ10でほぼ5割の銘柄を占めてます、ほぼ5割のパフォーマンスを占めてます。 でその中でやっぱアップルとかマイクロソフトとかアマゾンとかテスラの影響大きいんですけれどもえアップルはおそらく今後株価は5%、10%ぐらい見込めるような決算だったんじゃないかなと思いますそれは1個前2個前見てもらえと思いますマイクロソフトもおそらく5%、10%ぐらいの株価の伸びは期待できそうな決算だったんじゃないかなと思います。 Amazon はおそらく下手したらめちゃくちゃ株価が伸びるんじゃないかなと思ってます。えテスラも結構伸びると思います。プラス30%、40%とかも全然可能性としてはあり得るえる、ー。アルファベットはちょっと微妙かなと思います。5%、10%いけたらいいねっていうところだと思うんですけども、アップル、マイクロソフトよりかは低いと思います。5%ぐらいかもねみたいな感じだと思いますね。うん NBD はちょっと決算でいったらわからないですで。メタはもうボロボロです。これからマイナス。ただ、メタはもう組み入れ割合も低いし、どん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 この影響力を落としていくので、もはや重要ではない。うん、でさらにここでペプシコストコが入っているのが上手ですよね、えー。これは不景気な強いし、あちょっと決算ちょっと見てないですけども、まあ、そんなに大崩れしない銘柄書いているのでいいと思います。で残り20%は、えー、純大手ですよね。ペイパルだったりとか、 えーとインテルだったりとか、えー、シスコとかね、まあ、こういったちょっと純大手企業なところが入ってるのが20%、そして残りの30%はハイグロが入ってます、クラウドストライクとかね、まあ、そういったところが入ってるので、でこの30%のハイグロたちも、基本的に金利が下がっていくっていう前提であれば、しかも今も、バレーション下がりきっちゃってるので、ハイグロたちはまあ決算が良ければ、EPS が良ければ、どん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 上がってくると思うんですよ。だからガファム n t の株価が上がる、まあガファ m n t はここからすごくスローに上がると思うんですけども、 ハイグローたちはちょっとポンポンポンと上がっていく可能性があるので、まあ、そういった、ね、今のトレンドの影響を受けるという意味ではやっぱ999が一番、まあ、いいんじゃないかなとうう、ね、思っていますで。さっきも言ったようにこの、えー、と999の場合一つ救われるところが一個あって、まあ、金利を上げたらボロックスに売られるのはあると思うんですけども、えーとまあ、ただ、ね、あの長い目で見れば金利を低下していけば、ね、やはり戻りやすいというところはやっぱあると思うので。まあ 1>, 1年2年の長期で見れば、まあ、必ず金利は下がってくると思うので、まあ、そういうことを考えれば、ね、あの999というのは1年2年という単位で見ると今から買えば、ね、別に今どこで買っても基本的にはプラスになって帰ってくる可能性が高いんじゃないかなと私は考えています。で最後にえー、でもこうどこがそこか分からないじゃないですかって話なんですけども別にこれ株って底当てゲームではないので、まあね、例えば今株を買うという人はこの赤い あのラインになるといいなと思ってて今株買わないっていう人はいや青になるからそこまで待ちたいみたいなとこなんですがど、まあ、ぶっちゃけ分かんないんですよだから結局今ちょっと買っても別に青でもいいやっていう気持ちで入んないといけないと思うんですよねでも結局ボトムも分かんないしあの、まあ、すでにボトムついてるかもしれないし今後ボトムもしかもこれインフレによって変わるのでインフレが加速したら2番足向かうしインフレがもうこのまま静かにピークアウトしてたらこの赤い線のようになるので正直今の時点でまだ買うなとか 今だ買いっていうの両方とも言えないんですよ、今の現時点で、ね。ただ、少なくとも今週を超えたことによって、えーっと、ちょっとチェックポイントがあるんですけども、えー、GDP がマイナスでした、だから金利は低下しました、金利低下はいいですよね。g a f a m n t の決算が出ました、えー、結構これ、大崩れするんじゃないかと警戒してますけど、開けたら結構よかったです。はい、結構良かったんで、これも問題ない。うん、でただ、インフレだけが不明なので、インフレだけがリスクにあるよねっていう前提で、投資をしていくっていう感じに。 なりますはい、まあ、なので、えー、と一度に入れるわけではなくてこれから毎月ね、あのーまあ、いくらかをコツ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 と積み立てる最初の月としてはもう申し分ないんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、僕自身は Amazon の決算があまりにも良かったんでおそらく明日は上がるだろうというふうに踏んで、えー、今日の時間外でもうパパッと999、あのー、これ1月以来初めて買いました、うん、を入れました初段を入れました。で ジャクソンホールか、まあ、ジャクソンホールぐらいだろうな、あの今入れるのであれば、えー、今日の、明日のよりか、次の消費者物価数なんで、僕はもう入れてしまったので、おそらくジャクソンホール前後になるかなとか思うんですけども、まあ、それでね、あのまあ、 赤だったら嬉しいし、青だったら別に、まあ、難品していけばいいし、ただ、青の場合でも,もうそんな大きく下を掘らないだろうという風うに、ね、思ってます。利、ま、が、あ、これね、6パーとか7パーとか、相当辛いですけどもね、うん、そればっかりちょっと分からない、だからまあ、本当、積み立てていく感じっいうことですよね、そういうふうに思ってます。はい ま,あまだそっかどうかは判定できないですけども、999をね積み立てる状況は整っているんじゃないかなと思っています。インフレがね根強く、金利が急騰する場合は2番底の可能性が、これだけがリスクですね。あ次のタイミングが消費者物価指数前後か。うん、消費者物価指数がねそんなにちょっとね、今の株価に対しては少しあの強いのが出るかもしれないなと思っています。 チェックポイント GDP マイナスで金利低下、これ、よかったですよね、うん、で今日まで買えなかったのは、すみません、さっき言わせてたんですけど、今日まで買えなかったのは、これ、GDP がプラス、ね、予想より超えてたりとかしたら、金利上がってね、売られちゃいましたからね、だから買えなかったんですよ、であとはガファンあのアップルとかアマゾンとか、やっぱ、インフレでね、あられが取れないとか、そういったリスクもあるしど、ドル高もあったので、決算悪ければ、これらがボーンって暴落したら、 このなんていう、おとといで急きょ、きょう買っても、さらにこう落ちた可能性はあるので、やっぱり買えなかったっていうのはあります、正直な話、だからもう本当、今日しかね、買えるタイミングないんですよね、なんかいろいろこう、チェックポイントを待ってから買うと、ただ、チェックポイントはもう、なんか基本的に全部通過できたので、買う状況は整った、じゃあ、あとはいつ買うかって話ですね、ただ、上がったとしても、2020年、コロナのような大きな成長は期待できないと思います、あんな金融相場来ないので、金利下がるといっても、ゆっくりゆっくりしか下がらないんでね。 で今、e、EPS 成長、せいぜい10%ぐらいだと思うので、1年間で。まあ、だから1年間で10%取れたら上出来だなという感じで、まあ、長めに見ていく、まあ、ただ、インデックスですし、まあ、逆金融相場がね終わった、インフレが終わったとっいう相場が来ればね、そんなに大崩れすることはないと思うので、こつこつね、また積み立っていく感じがいいのかなと思ってます。えー、少しハイグロに対してコメントです。えー、ハイグロはね、私も前言ってたんですけども、金利が下がっていくとチャンスだよ、でまあ、1、2週間前くらい、ハイグロ仕込み時ですよとかいろいろ言ってるんですけど、今はね、まだ、ね、ハイグロはいいと思います。うん ただ、あのー、またインフレが来ると、ね、ハイグロ一瞬でやられるので、え逆差し値は必ずつけといてください、ハイグロの投資には。インフレが、だから今ってこれまた、ね、この議論なんですけれども、まだそこじゃない、まだインフレが加速したらやばいっていう議論と、いやもうそこついたで、これどっちでもいいと思うんですよ、どっちでもいい。ただ、そのもし、ね、これでインフレがピークアウトして、金利が下がり続けるストーリーだったら、ハイグロは伸びていくんですよね、うん、伸びていく。その時に そのストーリーと、じゃあもしインフレが来たらやばいっていうストーリー、やっぱり両取りをしていかなきゃいけない、両取りをできる作戦が逆差し値しかないと思うんですよ。うん、で、今っていうのは、あした、まあ、もポンポンポンって上がるし、まあ、ちょっとね、こうタイミングをどう見計らうかっていうのはあれなんですけども、あのー、逆差し値が、例えばマイナス2%とかでも、ポンポンポンって乗れるような試合です。うん あのタイミングによってはね、例えば昨日の FMC の直後とかすごい良かったし、きょうの寄、ね、りとかも良かったし、明日の寄りもギリギリそんなかもしれないなとか思ってるんですけども、まあ、逆差しねでポンポンポンって乗ってて、ポンポンポンって乗っていけるっていう、まあ、可能性もあるしというところで、うん、ただ、これで金利が低下すればさらに上がっていくんですけども、もしね、インフレが加速して金利が上がっていったら、もうそのストーリーの場合は、もう素直に駆られる、ただ、逆差し年は2%とかでいいと思います。あの ちゃんと乗れればね、うん、例えば消費者物価指数の前後でそういったチャンスが来るかもしれないのであのそういった場合も2%で乗っていくとかね、まあ、そんな感じになるのかなというふうに、ね、思ってます。うん、でハイグロはこの順番で伸びていくかなと思ってて、えー、まず今クリエネが反応してますよね、えっと。今日のニュースでアメリカの議会がねちょっとその省エネ法案に、ね、サインしたということがあって省エネに対する補助金 まあ正確には税額控除ですかっていうのが出るので EV とかクリエイナが上がったっていうことがあってでクリエイナは何で上がってるかって EPS 残してるんですよ基本的にエンフェスとか EPS の成長すごいですからね2倍成長しますからねうんまあそういうのもあって上がってるっていうのがあるんですけどもまあクリエイナーちょっと今ね入イ出るの難しいなと思うんですけども次はねあのハイグローテックハイグローバイオっていうところが一般的には来るんじゃないかなと思っててまあクラウドとかね金利が2.5とか2.4まで下がるような局面が来れば今度このハイグローテックの バンが来ますデータドックだったりとかクラウドだったりとかオクタだとかその辺かな、まあ、ちょっともうちょっと見ないといけないですけどもあとバイオね、まあ、バイオ私詳しくないですけども ARKG だったりとか、まあ、そういったところが来るかもしれないなでその後にガットマンが来て S&P の順番になっていくと思うので今クリエネのところにいるので、まあ、クリエからハイグロテックがバイオに移ってきますで、えー、今から8月の7月末から8月上旬にかけてハイグロの決算が始まりますでここはこのハイグロのね銘柄を選定するすごくいい機会なのでここまで決算注目ですそして ハイグロの中ででも EPS を残してていくく銘柄やっぱ見ていくべきです今ね、ハイグロ、セルシウスとエンフェイス、めちゃくちゃ上がってますけど、この2つの銘柄、両方とも EPS を残してるから強いんです。クラウドはあんま伸びてないですね、私、動画で言いましたけども、ただ、他のハイテクよりかはまだマシなんですよ。なぜかというとクラウドはまだ EPS を残してるから、他のハイグロは EPS を残してないハイグロはやっぱりボロボロですね、うん、ボロボロだなという感じがします。はい まあこんな感じかなちょっと長く話してもしょうがないんでね。すいません、長々だとすいませんでした。ってわけでね。今日の動画が良かったよと思っていただければ是非、ね、ぜひチャンネル登録でいいね,ね応援していただけたら嬉しいです。ツリーチャンネルもやってますんでね、ねこちらもねぜひ登録お願いします。というわけでね。まあ、999買いますという内容でした。私は自身は昨日の、まあもうあの時間外で買ってしまって、次は8月まで待とうかなというふうに思ってます。あのまあ、毎月、毎月ね。 淡々とね、コツコツとね、まあ、仕込んでいければいいんじゃないかなというふうに思うので、皆さんもね、ぜひね、これが参考になったと思っていただければ、ぜひね、小学でもいいのでね、あのー、本当もう今ね、小学でもいいから参加すると、毎日の、ね、動きが分かって、いろんなことが学べるので、そこが来る、そこの来るのタイミングを待つのではなくて、このね、このどっちでもいいやっていう気持ちで、淡々と積み立てていく時期なのかなとかね、私は考えています。